パターンとしては一つ目は、点差がかなり離れていて追いつかなきゃいけないっていう場合と、あともう一つが8エンド目に先行の場合は9エンド目先行、10エンド目後攻、10エンド目後攻を持つために8エンド目に得点をしておくと9エンド目に相手に1点を上げて10エンド目に後攻を持てるっていう考え方になるので、無理せずにスチールできるような場合は8エンドでスチールに行って9エンド目に相手に1点を上げて10エンド目後攻をもらうっていうような考え方をする場合もあります。ただここで絶対に無理をしてはいけないので、できそうな時にスチール、スチールはもちろん仕掛けてスチールするっていう場合はもちろんあるんですけれども、例えばこんな形で8エンド目にスチールに行くにはもちろんここにこういうふうにつけに行くっていうのが有効的かもしれないんですが、これははっきり言って無理してスチールをしに行っています。なぜかというと、これミスしたら相手に簡単に2点開けてしまう展開です。こんなスチールの仕方は全くしなくてもいいので、例えばですね、こんな展開の時にじゃあ最後の1投で相手これ1点、私たちナンバー2、相手ナンバー3なので相手が複数点取るっていうのも、ね、なかなか多分どっかからダブルテイクアウトとかしなきゃいけないんですけれども、じゃあ例えばこういう風にガードに行って、ね、こっちからダブルされたりっていうパターンがあるんであれば、しっかり攻めてこんな風にガードがいっぱいある、出されにくいバックガードもある、こんな風に1点をしっかり取りに行く、これはそんなに悪くないスチールの方法ですね。となると8エンド目に点数を取ったので9エンド目先行ですが、相手に1点を取らせる展開を作って10エンド目に後攻を持つっていう流れができると非常にいいです。絶対的に取りに行きたいけど絶対的に危険は犯さないので、できそうな時にっていうのが大前提ですね。ちょっとでもミスしたら2点とかになっちゃうっていうんだったら、そんなにグイグイはいかないです。無理をしない、相手に複数点がない展開を作れるんであれば、こんな風にね、スチールを狙いに行く。ただこの選択をするのもスキップの本当の最後の2投だったり、この場合に関しても最後の1投でスチールできそうだったらじゃあスチールに行くっていう選択をしたまでで、最初からスチールを狙いに行く場面ではないんですが、まあ可能性として8エンド目に点数を取るっていうことは、ね、1点でも悪くない、スチールできるんだったらスチールしとこうっていう考え方も